デビッド・ヘイは、イギリスの元プロボクサー。イングランド・ロンドン出身。元 WBA スーパー WBC、WBO 世界クルーザー級王者。元 WBA 世界ヘビー級王者。モデルとしても活躍している。見事に、ビルドアップされた肉体を持つ、スピードとパワーを兼ね備えたオールラウンダー。ヘイメーカーの異名を持つ。ジェームス・ジキックなど。 総合格闘家の指導をしており、イギリスではバンマの解説者をしている。プロボクサーのキャリアと並行してヘイメーカープロモーションズを主催している。父親は空手の教官をしていた。1999年、テキサス州ヒューストンで開催された1999年、世界ボクシング選手権大会にライトヘビー級で出場するが2回戦で敗退した。 2001年、北、アイルランドベルファストで開催された2001年、世界ボクシング選手権大会に、ヘビー級で出場するが、決勝で、オドラニエル・ソリスに敗退し、銀メダルを獲得した。2002年12月8日、プロデビューを果たし2回 TKO 勝利を収め、プロ初戦を白ボッシュで飾った。2003年11月14日、トニーダウリングを初回 TKO で倒し、 ブバーバックイングランドクルーザー級王座を獲得した。2004年9月10日、デビューから10戦連続後をマークし、勢いそのままに11戦目で、WBO 世界クルーザー級王者カール・トンプソンと対戦するが、5回 TKO で敗れ初黒星を喫することとなった。 2005年12月16日、アレクサンドルグロフを初回45秒で越し、エブヨーロピアンクルーザー級王座を獲得した。2006年3月24日、ラッセ・ヨハンセンを8回 TKO で下しエブ王座の初防衛に成功した。2006年7月21日、イスマイル・アブドゥルと対戦し、判定で3から0の干渉を果たし、 エブ王座の二度目の防衛に成功した。2006年11月17日、後に WBC 世界クルーザー級王者となるジャコーベ、フラゴメーニとエブ王座をかけ対戦し、9回 TKO で下し三度目の防衛を成功させ、フラゴメーニに初黒星を与えた。またこの試合は、WBC 世界クルーザー級王座の挑戦者。 決定戦をかけられていたため平は挑戦権を獲得した。2007年4月27日、トーマス・ボニンとヘビー級12回戦でテストマッチを行い、計4度のダウンを奪い初回戸で相手をマットに沈めた。2007年11月10日に、初の世界メジャータイトル挑戦として、フランス・オード・セーヌ君、ルバロア・ペレのパレデス・ポール・マルセル・セルダンで、 WBA スーパー WBC 世界クルーザー級王者ジャンマルク・モルメクに挑戦。4回にダウンを奪われるが7回逆転 TKO で勝利して WBA 王座獲得、WBC 王座獲得に成功した。2008年3月8日、WBO 世界クルーザー級王者のエンゾ・マカリネリと王座統一戦を行い、2回2分4秒。 TKO 勝ちを収め WBA 王座は初、WBC 王座も初防衛、WBO 王座獲得に成功した。三団体統一に成功した。その後、ヘビー級転向のため WBA 王座、WBC 王座並びに、WBO 王座を返上した。2008年11月15日、正式にヘビー級に転向し、 ベテラン選手のモンテ・バレットと対戦5度のダウンを奪い5回 TKO 勝ちを収めヘビー級でも持ち味であるパワーを発揮した。2009年6月20日、IBFWBO 世界ヘビー級統一王者、ウラジム・イルクリチコに挑戦する予定だったが、兵が背中を負傷したため試合がキャンセルされた。2009年11月7日、ヘビー級随一の巨人王者で、 WBA 世界ヘビー級王者、ニコライ・ワルウエフと対戦。ワルウエフはヘビー級史上最長身で最重量と言われており、身長では 191cm の兵より 22cm も高い 213cm で、体重では 98.4kg の兵に対し 143.3kg と 44.9kg の体重差があった。試合は、 兵が2から0の際どい判定でワルーエフを下し、王座獲得に成功、2階級制覇を達成した。ワルーエフはこの試合を最後にボクシングを引退した。2010年4月3日、ジョン・ルイスを相手に指名試合を行い、4度のダウンを奪った上で9回タオル投入による TKO 勝ちで、初防衛に成功した。2010年11月13日、英国。 ランカシャーマンチェスターのマンチェスターアリーナにて WBA 同級14位のオードリー・ハリソンと同国人対決を行い3回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した2011年4月かつて自身の怪我が原因で流れたウラジムイルクリチコ戦が2年越しで行われることが決定した2011年7月2日 ドイツハンブルクアルトナの IM テックアレーナで IBFWBO 世界ヘビー級統一王者のウラジミール・クリチコと王座統一戦を行い終始クリチコがプレッシャーをかけつけいる隙を与えない展開が続くもなんとか打破したい平和飛び込みざまのビッグショットを狙うも不発に終わり結局最初から最後まで相手にペースを渡さなかったクリチコが試合に勝利し 平和0から3の大差判定負けを騎士3団体、統一に失敗、WBA 王座から陥落した。2011年10月13日、31歳の誕生日に現役引退を表明した。2012年2月18日、ミュンヘンのオリンピアハレで、WBC 世界ヘビー級タイトルマッチが、ビタリ・クリチコとデレック・チュゾラの間で行われ、 平は解説者として試合を観戦していたが、試合後の記者会見で、デレック・チゾラの暴言から平とチゾラが乱闘になり、止めに入った平のトレーナーのアダム・ブースが、流血するという乱闘騒ぎを起こした。チゾラは、暴行容疑で、ドイツ警察に、逮捕されている。2012年3月14日、英国ボクシング管理委員会が、事情聴取を行いチゾラの、 ボクシングライセンスを剥奪することを決定した。しかしこの時兵は引退しており、ボクシングライセンスを所持していなかったことで処分を免れた。2012年6月14日、兵は引退を撤回して、地空とリング上で因縁に決着をつけることを決めた。当初は試合を認めない方針でいた WBA だったが、最終的に承認する決断を下した。 2012年7月14日、ロンドンのアップトンパークで行われた WBO インターナショナルヘビー級王座決定戦並びに WBA インターコンチネンタルヘビー級王座決定戦にて1年ぶりの試合でデレックチゾラと対戦し5回2分59秒 TKO 勝ちで王座の獲得に成功チゾラとの因縁に終止符を打った英国ボクシング管理委員会は 両選手がイギリスでのボクシングライセンスを剥奪されていることから試合の開催を認めなかったがルクセンブルクのボクシング連盟が両選手にボクシングライセンスを交付しイギリスのボクシング史上最大の非合法試合と非難される中イギリス国内で行われる試合にもかかわらず国外のコミッションが選手にライセンスを交付するという前代未聞の異例な 形で開催された試合となった。2013年6月29日、マヌエルチャーと対戦予定であったが、兵が拳を負傷したため、キャンセルとなり、代わりに若きホープのタイソンフューリー戦が決定した。2013年7月11日、3時間で1万枚のチケットを売り上げた。注目の一戦は、マンチェスターアリーナにて9月28日に決まり、 それに伴いデオンテワイルダーなどとスパーリングなどをして試合のトレーニングをしていたが試合の一週間前に兵がスパーリングで目の上をカットして延期となった2014年2月8日にタイソンフューリーとの試合が再設定されたが兵が今度は手術が必要なほどの重傷を右肩に負い医者から引退勧告を受け試合が中止された 2015年4月27日、ドバイで使用した小切手が不渡りとなり、出国しようとしていたドバイ国際空港で、詐欺容疑で逮捕された。2016年1月16日、ロンドンの O2 アリーナで3年半ぶりの復帰戦で、マーク・デモリーと対戦し1回 TKO 勝利を収めた。2017年3月4日、ロンドンの O2 アリーナで、 WBC 世界クルーザー級王者のトニー・ベリューとヘビー級12回戦を行い11回2分16秒 TKO 負けを喫したこの試合で6回以降足を引きずるような仕草を見せていた兵だったが試合後にアキレス腱の手術を受けた2017年11月21日トニー・ベリューと12月17日に再戦が決まっていたが兵がトレーニング中に 階段から転倒して、上腕二頭筋を負傷したため試合が延期された。2018年5月5日、延期されていたトニー・ベリューとの再戦が、ロンドンの O2 アリーナで開催され、5回2分14秒、TKO 負けを喫した。2018年6月22日、メディアを通じて、現役引退を表明した。2021年9月11日、 約3年ぶりの復帰戦として、アメリカのフローリダ州にて、イベンダー・ホリフィールド対ビクトー・ベイフォートの前座で、ジョー・フルニエと、エキシビションで対戦し、判定勝ちを収めた。ありがとうございます。